はい、皆さんこんにちは、体幹バランストレーナーの小林克美です。普段はね、いつもサッカー関係のね、トレーニングだったりとかケアとかね、そういうのを紹介していますけれども、自分も小学校2年生から中3まで柔道やってたんですね。でそれからレスリングやって、今のこの業界にいるんですけれども、今日はですね、ちょっと特別にその柔道に関わりのあるすごい世界のトップの選手を今日はですねゲストとして呼んであります。誰かと言いますとですね、ウルフ・アロン選手。すごいすごいです。会うのが3回目だね。そうです、3回目になります。はい、これを企画も急に決まったんですよ。はい、ね、シュラスコを食べてたら決まりました。決まりました。やっぱり最近ね、バラエティーもすごくね、よく出ている中で、やっぱりこう頭の起点が早いなっていうのと、やっぱり そこもね、柔道と関係するんじゃないかなと。こう技の掛けとかね、でそういうところも含めて、いろいろ今日はウルフ選手のこう体をねチェックしながら、どういうトレーニングをね昔やってたとか、子供の時に例えば食事とかね、そういうところも含めて金メダルになったいろんな秘密をね聞きたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、なんか足首もね、はい、ちょっとまだ状態が良くないところに聞いてたからさ、全体的に体は全体的にね、うわ、でかいわ。いつもはどの辺をよくほぐしてもらったりしてるの？あ、なんかやっぱ腰とかが張っちゃうんで、足とかをマッサージしてもらって腰の張り取ったりとか、あとやっぱ膝の半月板が両方なかったりするんで。あ、そうなの？はい、両方外側がないんですよ。両方、あ、外側の半月板は両方損傷してて。それはいつぐらいから？それは左が、2018年の初めで。2018年、右が2019年の終わりです。じゃあ連続でやっちゃったんだ。そうですね、連続でやっちゃって。なんか技かけた時とか。そうですね、技かけた時に相手の膝が外側から入って割れちゃったりとか。マジか。あとその投げられた時の投げ足ですね。うんうんうん。でその突き方が悪かったりして。なるほどなるほど。はい、それって手術したの？手術しました。で左は縫合したんですけど、右はオリンピック近かったのがあって、切除しちゃって。あ、なるほど。はい、そしたらやっぱり左にも負担があって、その縫合した方ももうなくなっちゃって。あ、そんな感じなんだね。そうか。やっぱり、自分もね、レスリング、柔道やってて、すごいですよ、怪我は。両方肩脱臼してるし、で、股関節も亜脱臼してるし、腓骨折ってるし、みたいなね。いろいろあるんで、そこをね、強くするってなかなか難しいじゃない。そうですね。だから、俺がやってた柔道の練習と、今やってるね、柔道の練習、ちょっと全然違うと思うんだけど、じゃあちょっと、ウルフの昔話。はい、なぜ柔道をやり始めたのか。子供の頃から体がすごい大きくて、で僕ハーフなんですけど、そのお母さんが日本人で、そのお母さんの方のおじいちゃんですね、柔道やったらどうっていうふうにずっと言われてて、で小学校入学する時に水道橋にある講道館、はい、春日柔道クラブってところ練習行ったんですけど、で体験で行ってみて、柔道一日やってみたんですけど、柔道難しくて、その時はね、はい、結構難しくて、何が何だか分かんない状態で一日練習をやって、その練習終わった後にその道場の先生に面白かったかっていうふうに聞かれて、そうなかったって答えようとしたんですけど、顔を上げたらめちゃめちゃその道場の先生の顔が怖くて面白いって言っちゃった。いや、面白いって気を使って言っちゃったら、次の日から帰ることに。ごめん、気を使ったってこと。何年生でしたっけ？小学校1年生。小1で気を使った。もう言っちゃえる子だった。そうだね、はい、言わされた的な感じなのでね。でもその先生の顔が怖くなければ、途中でやってなかった。やってない、はい、あ、その先生のおかげだね。その先生の顔に関して、顔に関してはね、はい、その先生はまだ健在？健在です。さっきこの話をしすぎて、この前あった時なんか俺の話よくしたなって言われて、背筋が伸びました。そうだね。でもその先生がいなかったらね、はい、金メダルのウルフはないかもしれないもんね。もしかしたらね、その先生の教えがあったってね。その先生が小学校の頃を結構、厳しく指導はしてくれたんですけど、その勝利至上主義じゃなかったんですよ。やっぱり柔道は勝つ以外にも大事なことがあるっていうふうに教えてもらってたんで、その小学校の頃は無理に練習をしすぎずに、その柔道の、競技としてもそうですけど、礼儀とか心も教わることができたんで。やっぱりね、はい、
っぱり柔道は礼からスタートなんで、礼に始まり、礼に終わりだからね、はい、加納次郎先生、はいね、自分も習いました、最重大という時に。そしたら、はい、そこの春日道場、あ、春日柔道クラブ、はい、柔道クラブ、それは何年生ぐらいまでやったの？小学校6年間はまずそこで、うんうん、柔道を習って、うん、でも中学校も僕地元はここの近くの新小岩なんですけど、おうおうおう、歩道館の近くにある文京区にある文京区立第一中学校のところに入学して、うんうん、でその3年間も文京区立第一中学校で授業を受けて、で授業終わったら部活で柔道もあったんですけど、おうおう、部活の柔道をやって、うん、でそれが終わってから歩道館に行って練習するみたいな。あ、じゃあもうずっとじゃあもう10もうそこからもう柔道の方に行っちゃってるね、向こうにね。そうですね、なんで中学校3年までは、うん、春日柔道クラブで練習をしてましたね、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、そうか。小学校 1,2 年ぐらいの時は柔道そこまで真面目にやってなくて、うんうんうん、都大会とかも2回戦負けとかだったんですよ、うんうん、あ、そうなの。そうそうそう、めちゃめちゃ弱くて、都大会で2回戦そうですね、体が大きかったじゃん。体は大きかったんですけど、うんうん、やっぱり真面目にやってなかったんで、あ、勝てなかったです。で、年下が中学校入ってきて、うんうんうん、その年下にも負けるようになっちゃって。え、そうなんだ。で、結構なんかその年下に負けるのが辛かったというか、うんうんうん、なんかそこで負けず嫌いが発揮されて、はい、でそこから1回中学校3年終わるまでは頑張ってみようかなっていうような感じで頑張ってみて、それでも中学校3年の最後で関東にとか全国大会出れなかったんですね、うん、あ、そうなんだ、はい、その時の得意技は、得意技は何て言うんですか、なんか抱きつきコストがねみたいな感覚、結構強引な投げ技やってました。あ、はい、そうか。パワーで。パワーですね。まあその時やっぱり何、握力とか結構あったの？いや、大体握力はでもそこまで、うん、多分40〜50ぐらいの感じは。今でどれぐらいなんだろう？今多分70〜80とか。70〜80。はい。そういうさ、例えば今の、はい、まあ、トップの選手になっちゃうけど、はい、大体そういうフィジカルテストみたいなのって、はい、やっぱやったりするの、柔道部の。あ、でもなんか年末の合宿とかで、うん、その体力測定は行ったりするんですけど、うんうんうん、あんまりやんないですね、普段は。筋力測定は？筋力測定とかも減量中はやったりします。減量中はね、はい、じゃあそういうフィジカルの部分がさ、はい、あれも柔道とかレスリングやってたけれども、はい、やっぱり腰とか痛めてさ、はい、ちょっと断念してこういう業界に入ったんだけどさ、はい、じゃあ今度はちょっとトレーナーとかのね、ちょっと話を聞こうかなと思ってて、はい、例えば普段試合の前後とかさ、はい、こういうマッサージとかこうしてもらったりするの？そうですね、うん、試合の前後とかやっぱりしてもらいます、うん、どうしても減量があるんで、うんうんうん、減量するとやっぱり体の水分量が減ってきて、うんうんうん、張りやすくなってくるんで。特に張りやすいっていうのはそのやっぱりなんだろう、やっぱり足っすね。足だったり、どうしてもその怪我、もともと怪我してる膝とか、うんうんうん、いうところに疲れが溜まってくる感じ、その周りですね。例えば、ももの前とかさ。あ、そうです、ももの前とか。もも前とか。はい。やっぱりその走る量とかも増えるんで、うんうんうん、やっぱり下半身、どんどん疲れが溜まっていく感じはありますね、減量中は。そっかそっか。トレーナーさんもね、いろんなやり方があるじゃない、種類がね。あ、そうですね。だから強もみでやる人もいればさ、はい、指圧でやる人もいるし、ね、まあ、ソフトな方もいるんだけどさ、夫婦はどういう感じのマッサージとかが好きなの？好きっていうか合うっていうかさ。ああ、どうなんですか、僕結構、うん、強くいかれちゃっても大丈夫なの？強くいかれちゃっても大丈夫。だから選手によってはさ、はい、うちらもトレーナーなんだけどやっぱり、はい、筋肉 の, この分厚さで圧をこう加えていくわけよね、はい、どう強さ的には。いやいや、めちゃめちゃ気持ちいいです。気持ちいい、はい、いい感じですか？いい感じです。ありがとうございます。本当にユルフが、ね、世界チャンピオンになって、はい、オリンピックで次はパリか。パリが2年後？もうパリがもう2年後っすよ。もう2年後だよね。オリンピックが1年延期だったのもあって、うん、すぐっすよ、ね。まあ、そのパリに向けて、はい、まあ、膝のこともあれば、まあ、ちょうど今足首ね痛めちゃってるからね、はい、次の試合はいつになるの？次は一応そのアジア大会の代表がもう決まったんですけど。あ、はいはい、おめでとうございます。あるんです。それが9月にあって、うん、まあ、その前に1個試合入れたいなっていう感じですね、うん、あ、なるほど。もうすぐその久しぶりの試合がアジア大会ってなると、うんうんうん、まあ、その試合感とかそういう部分でも少し不安が残るんで、うんうん、ちょっとそこ行くまでに1個海外の試合とか挟んで。なるほど、はい、まあ、7月ぐらいになるかなと思うんですけど、うん、それを今そこに目指してやってるってことだね。そうですね、そこに照準合わせて今から調整していくっていう感じですね。
やっぱり年取ってきて、うん、その怪我の治りとか、うん、その疲れの取れ方とかもやっぱだいぶ変わってきたんで、あれ今ウルウいくつだっけ、僕は26になったわけです。 26? でも全然ね、バリバリそうですね、油が乗ってね、いい感じの、でも柔道って意外とその引退の年とか早いじゃないですか。あ、30前後でみんな引退、結局怪我で早いんじゃないの。そうなんです、そうなんです、ね、やっぱりその自分の体との付き合い方だったりっていうのが、ここからベテランになってくるとだいぶ大事になってくると思うんで、うんうんうん、なるほど、はい、そこをうまくやっていかないといけないなっていう感じはありますね。いっぱいです。いや、ウーフはさ、はい、そのオリンピックでチャンピオンになるまでさ、はい、まあ、本当にあのいろんな関係者の方とかさ、そういう人たちのサポートがあって、はい、まあ、ここまで来たっていうのもあるわけじゃない、はい、自分の努力はね、ないとこまでいけないけども、はい、例えばウーフの、はい、その両親の方とかさ、はい、どういう形での教育とかって印象に残っていることとかある。僕その両親、あのお父さんがアメリカ人なんですけど、うん、お父さん結構適当なんですよ。適当教育に関しては、まあ、仕事はすごい、うん、あの尊敬できるぐらい頑張ってはいるんですけど、うんうん、教育っていう部分にはそこまで口出しはしなかったですね、うんうん、でその母親の方が結構厳しくて、うんうん、まあ、厳しいっていうよりもその自分で一度決めたことはその最後までしっかりとやり通しなさいっていう風な教育をしてくれる母親だったので、うんうん、その何か始めるっていう時にその適当で始めるのすごい嫌いだったんですよ。なるほど。やるんだったら最後までやりきりなさいっていうところをやっぱり口が酸っぱくなるぐらい言ってもらえてたので、あ、まあ、そういうのもあって今僕自身この柔道にしっかりとのめり込めてるのかなっていうのはやっぱあるんですよね。まあ諦めないでしっかり、そうですね、まあ、諦めないことも大事だけど、うん、頑張るんだとしたらその正しい頑張り方をしなさい、正しい頑張り方、はい、ただ頑張るだけじゃなくてやっぱ結果を残さないと、うん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 、やっぱりこう第一線でスポーツをやっていく上では結果を残すことがまずは一番大事なので、うんうんうん、まあ、もちろん家庭も大事だし頑張ったことが残るっていう風な考え方はありますけど、うん、やっぱり今こうやってお金をもらって柔道やってて、うん、っていう立場って考えた時にやっぱりまず勝つことが一番大事なので、うんうんうん、やっぱり勝つための正しい努力をしていくっていうところもやっぱ母親から教えてもらったところかなっていうのはあるんですよ、うん、いや、うちのね YouTube のチャンネルの登録者の方がっていうのは、はい、やっぱり保護者の方がすごく多くて、あ、そうなんですね、うん、まあ、こういうね、はい、話もまたいろいろと深く聞きたいですね。ね、本当ですか。今日なかなかちょっと時間がなくて、はい、細かく聞けなかったけど、もしできたら、はい、マッサージもこっちしかやってない。いやもうこっちだけほぐれて、なんか左側だけすごい元気になるみたいな。ちょっと時間がね今日足りなかったんで、右足だけビッグを引き上げた。今度またちょっとぜひね、はい、出ていただけたらなと思いますので、じゃあまたぜひシュラクスコの次、シュラクスの次ね、はい、じゃあそしたらここのねコアトレスタジオ接骨院の院長のゆか、はい、湯川からここの接骨院にある治療器具をねちょっと紹介してもらって、はい、どういうのに役立つかとかそういうことをちょっと教えてくださいね、はい、まず自分の紹介、はい、コアトレスタジオ接骨院院長の湯川です、よろしくお願いします。どう本物です、はい、テレビで見たことあるでしょ。あります、ね、そうでしょ、はい、ね、緊張してるんでしょ。めっちゃしてますいきなり振ってるからさ言葉が出てこない感じがそうそうそう、はい、はい、じゃあちょっとハイパー紹介しようか、はい、はい、じゃあ、当院では怪我の治療を学生だったり大人の方に行っているんですが、まず最初こちらですね、こちらの機械、超音波治療器です。捻挫だったり打撲だったり急性の怪我に対しての治療に使ったり、あとは骨折の回復を早めてくれるような機械になってます。ウーフはこれ使ったことありますか、はい、あ、あります、あります、うん、全日本の柔道の方でもこれ取り入れてて、うん、あの合宿の時とかもそうですし、うん、その僕が普段練習してる東海大学ってのがあるんですけど、うんうん、その大学にもこの器具があります。あ、あー、すごい、すごい器具入ってる、はい、はい、じゃあ次行こうか、はい、こちらの機械はマイクロウェーブ、体の奥の方を温める機械になってます、うんうん、これ見たことない、はい、これは初めてですね。あの、まあ、要するに電子レンジと同じで、はい、中の深部を温めてじゅわーっとで熱を持たせてくれるから、本当に慢性の腰痛とか肩こりなんかすごく良かったですよね。あとは冷凍庫から出したときとか。冷凍庫から出したときとか。それも使える。なるほど。まあ、実際俺も使ったことあるから。解凍でこれも。温まります。なるほど。はい、これがマイクロ。マイクロです。はい、じゃあ次行こうか。はい、次に。こちらの機械、スーパーテクトロン。電気の治療器です。筋肉に電気を流すことで痛みを和らげたり、あとはモードを変えることで、いわゆる EMS、うん、筋肉を鍛えるモードだったりも、使える優れものです。あ、ウルフどうですかこれは、こういうの。これ、まあ、これ一つでもその筋トレみたいなことはできるできる、できる、治療と一緒で。あ、そうなんですね。吸引して、はい、
よくさ、まあ、ほら丸いやつで赤い色がつっとけあるじゃないですか。ああ、わかります、はい、まあ、あれにもちょっと似てるんだけれども、はい、くっつけて、で中の深部の方に電気を流して電気流して治療もできるし、筋トレもできる。筋トレもできる。そうなんですね。はい、こちらの椅子、一見マッサージチェアかと思うんですが、こちら座ったままで体幹を鍛えられるコアトレチェアです。コアトレチェア、はい、パナソニック製ですね。はい、そうなんですね。自分が監修します。あ、そうなんですか。はい、案件です。案件があります。これ多分やったことない。多分腕がギリギリ入るかなって感じだね。そう、はい、これで体幹が鍛えられるんですか。座ってこう動くのよ。あ、そこでこう頭がぶれずに、はい、あの、あ、中のインナーマッスルが鍛えるってやつ。まあ腰痛の、まあ、改善とかに使えるんですね。あ、そうなんですね。はい、次行きましょう。じゃあそのまま隣にパナソニックさん、はい、はい、マッサージシェア、はい、こちらはこのマッサージチェア。これはマッサージチェア。はい、はい、こちらマッサージチェアです。いろんなモードがあるので、はい、体の状態に合わせてマッサージをしてもらえる機械です。はい、部長用、社長用。あ、そんな感じです。これは大体こっちの。そうですね。はい、社長用。これアイシングに使うジェルです。はい。はい。まあ、アイシングですね。はい。はい、オッケーです。はい。終わりました。ありがとうございました。いや、どうでした？こっちだけしかやってないですけど。いや、左側が手に上るような気持ちです。だから強さとかもね、本当に筋肉の分厚さで、はい、まあ、あの、自分の中では調整したんだけど、やっぱり、はい、いろいろな関節の周りってね、はい、アウター系の筋肉あるわけだから、はい、まあ、そこの部分っていうのはもうすごいしっかり。してます。うん、なんか逆にその触った感じで、うん、なんかここもっと鍛えがいありそうだなみたいな場所ってありました？お尻。あ、お尻。うん、あ、お尻。お尻の大臀筋がもうちょっと欲しいかなと。ちょっと最近あのスクワットをおろそかに。ああ、踏ん張れないとやっぱり負担がね、はい、足首とかにかかっちゃうから。そうですね。膝とかね。これだったらちょっとお尻もうちょいやるかなって感じ。ああ、わかりました。うん。ちょっとじゃあそれやろうか。そうですよ、ぜひ。はい。ね。したら、はい、最後に。うちのその YouTuber の見ている保護者の方々と、はい、サッカー選手多いんだけれども、はい、なんかコメントをちょっともらえたらと。はい。はい。わかりました。頑張ってください的な。はい。はい。柔道家のウルファロンです。今日は短い時間でしたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。まあ、あの、子供の頃からスポーツを頑張ることっていうのは、まず、まあ大事なことだとは思うんですけど、まあなんか、きつすぎてやりたくないとかっていうふうに、子供がならないように、その楽しみながらスポーツをやることが、まずは子供の時は大事かなっていうふうに、思ってるので、保護者の方たちもその子供の頑張りにぜひ協力してもらえたらなというふうに思ってます、うん。今日はありがとうございました。あ、さすが、ナイスコメント。いや、素晴らしいですね。まあ、これがやっぱり超一流のトップアスリートですね。まあ、考え方も含めてね。じゃあまた今度ぜひね、来てください。はい、ありがとうございます。今日はね、特別ゲストの、はい、ウルフ君に来てもらいましたので、まあ、今度ちょっとまあサッカーのトレーニングというよりもお尻のトレーニングでね、はい、まあ、サッカーにも必要だし、柔道にも必要なんで、まあ、そこも含めて、まあ、シラスコを食べた後に。そうですね、シラスコからね。初食べて。初ね、初シラスコ。はい。はい、はい、じゃあ、それでは、皆さん、頑張ってください。レッツコバトレ。